はい、どうも、うねです。デッドバイデイライトやっていきたいと思います。怖いね、このゲームは。本当に誰かが最初に見つかってくれればいいんだけどな。一番最初に見つかっちゃダメ、絶対。本当走っちゃダメ、本来は。怖えよ。発電機ここ近いからつけた方がいい。ここは。ん？クロちゃん来たのに。割れてないかな。ここつけ切りたいね、一個。よっしゃ、これで安心。誰かがね、切られたってことは、チェイスしてる可能性が結構高いから、安全に発電機をつけられると。そういうことでーす。そこをつけたらやばいんじゃない？出てた。山岡凛だ。キラーがね、山岡凛っていうキラーで。うわ、来た、やべ、なすろ、なすりつけよう。逃げろー、離れんのがいいんだ、一番。このキラーは、このキラーはね、本当に離れることが大事。キラーはね、本当にね、離れることが大事。やってるわ、ここで。ナスロ。バレそう。フレンドだ、これ。できそうだな。ナイスこうやってふざけてくれる人もいるんですよね、結構。一緒に追いかけよう。あ、やばい、来てる。バレないパターン。多分助けに行ってるから、発電機を僕は回しましょう。役割分担がね、結構大事大事、このゲームは。発電機回す人、助ける人、チェイスしてくれる人って感じでね、役割分担すると逃げられる確率が上がると思うんですよね、僕は。逃げる人がね、結構上手い人だと時間稼いでくれるんで、その間に発電機をね、回したりできるんで、おお、だいぶいい感じで発電機回ってますね。今回逃げられるんじゃないかな、この感じは。グレート、
はい。来るかな、こっち。ナイス。近いな。ちょっと怖いんだよね。破壊した。なんだろう。多分ノーワンっていうなんか一撃で倒せるパ。おお、来た。行こうかな。やってますね。あ、やられちゃったな。来るかな。いや。あ、待って、それ危ない。さ、危なすぎるそれは。怖いやつだこれ。いけないの？多分大丈夫。なんか瞬間移動じゃないけど、あの止まってる間に動けるんですよね、山岡凛っていうキラーは。怖い。怖い。なんとか脱出できました。やっと。怖かったー。って感じでね。やつ説明できるかなこれで。って感じで、限られたエリアの外に出るっていうゲームですね。また次回も見てくれたらと思います。じゃあまたねー。